帰ってきました。ただいまなさい。 あまり良くなかったね、超過的には ね、 そうね、爆風がね、めっちゃ風強かった。風こうなん風こう潮こうみたいな。大丈夫かい。イカがあんま入ってきてなかったらしいけど、でもさすがボートエギングってことで、はい、ユッキー初のキロアップ、はい、これちゃんと測ったんだよね。 1.15 キロで、今回いろんなイカ料理使おう作ろうと思って、カズマルさんに教えてもらった料理がなんか、ね、煮付けにこれを入れたらめっちゃ美味しいって、コーンの味と合うらしい。へーっていうから、まずこれを一つ、はい、といつもの天ぷら、はい、とユッケダレで作ったらめっちゃ美味しいって言ってたから、ユッケダレやろ。へーで、いつものイカ卵をやろ。あとホイル焼き、ホイル焼きやっていきます。はい、はい、じゃあユッキさばきたいって言ってたやろ。うん、お願いします。お、よかった。じゃあイカは全部任せました。タバコ吸おうか。そうね。教えてイカは本当経験が少ない。でっかいやつからやろう、はい。うわ、でかっ。1キロでこんなでかいですね。ね、だってさ、俺だったら多分ユーシーさんのさ、1.8 キロめちゃくちゃでかかったね。じゃあ、はい、ハサミで、はい、なんかいろんなやり方あるからわかんないけど、裏返そうか、俺裏側からするな。こっち、ここをハサミで切っていきます、はい、はい、さあ、切っていきたいと思います。ここ、先端まで切っちゃっていいんですね。え、今の誰？トミコです。トミコ、トミコです。カグチーって言うんやろ。違う、違うです。カグチーって言う。カグチー、ユッケのチャンネルで一緒に釣り行ってたよね。行ってました、行ってました。あと誰が来てたっけ。あの時は宝部さんって人とタイポンっていう、みんな仲いいです。で、なんて言ってたの。カグチー。なんか魚釣ろうぜ。ほんとほんと。で、はい、開きました。この裏にね、プラスチックの骨があるから、うん、プラスチックの骨ごとペリペリペリって剥げる。ああるやろ、 ここにあるこの硬いやつですね。そうそう、プラスチックごと内臓ごとペリペリペリ。おおお、で、ここを手入れて、そうそうそう、おお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 いいじゃん、おおいしょ、いいじゃん、おおいしょ。あ、やべ、セミ袋今破くとこだった。破いた、破いた、わかんないけど。あ、ほんと破いた、ごめんな総理、ごめんな総理やね。で、はい、取れた。ここが肝だから、うん、ここ切り離したいね。ここね、ほんとはね、セミ袋をここからこう剥がしたいわけだ。はははは、ないか、俺。やばい、やばい、マイファースト T シャツ真っ黒なる。おぉ、身が真っ黒やないか。うわ、炭やば。いや、でかい分すごいね。やば、皮を剥ぐんですよね。皮が、ここから指入れて、一番こっちまで来ていい。もう、この耳ごと、耳ごと一回ちょっとやってみて、ちょっとやってみて。あ、買ってでかいのは例外かもしれんな。あ、でかいのは難しいんですか。わかんないけど、ほら、ここ、ほら、指取れた。したら、これをあとグリって引っ張るだけ。おーおー、違うとこ一回やってみたら、練習で。そうですね。めっちゃ力入れて、ギューって突っ込む。ギュー。声はいらねえよ、お前。バカにしてんのか。やってやって。ギュー。バカ野郎。ギュー。あれ？どうやんの、どうやんの。ギュー。やったー。おー、食べた。はい、で、アニサキスチェック。お、どんな、いないね。イナサキスですか。イナサキスだね。お、はい、もうあとはこっち方向に切った方がいいね。なるほど。はい、天ぷら用。じゃあ僕はホイル焼きの準備をこそこそやっておきますね。おーい、やっぱホイル焼き、玉ねぎ多めが美味しいよね。美味しいね。あ、わかる。さあ、じゃあこちらホイル焼き、ほら、もうホイル焼きの準備をしていきます。箱状にしますね。まずバターをぬりぬりします。ぬりぬりぬり。で、刻んだ玉ねぎをパラ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 。玉ねぎ超大量できます。うわ、美味しいやつ。絶対美味しいよね。で、ここでイカ入れていきます。はい、さっきのコーンもこっち入れちゃおうかな。うわー、いいね。ね、リンギはきのこうまいっすよね、うん、ね、きのこ美味しいよね、基本。先生、動画できました。どうでしょう。あ、素晴らしいです。お、で、次にこれにもコーン入れちゃおうかな。よし。で、これコーンこうパラパラパラってしたら美味しそうじゃない。これ正解なのかな、やり方。みなくん、これ正解。いや、やったことない。でも意外になんかいい感じ、なんかいい感じになってる、ね、いい感じじゃない。これほら、めっちゃいい感じで取れてるよ。僕はユッケのタレを作っときます。お願いします。はい、こちらホイル焼き下準備できました。おー、あとは焼くだけです。はい、ゲソ、目ん玉とくちばしを取りました。これ1本ずつにしましょうか。うん、ギーシ、今ちょっとカメラ変わったんですけど、何ができてるんですか、これは。
イカ料理ですね。ラクレット代わりなんかトウモロコシ切ってあるしなんか煮付けの汁みたいなのあるし確かにわけわからんよね確かにね。また食べたいんやろイカ。食べたいですね。じゃあちょっと羨ましそうに見寄って。マジっすか煮付けのやつもう入れといていいかい。はい、お願いします。あとゲソを入れまして、よいしょ。ホイル焼きもできるの。ホイル焼きもできる今日ね、4種類か5種類ぐらいあるよ。しかももうできてるって。あ、できてるんですね。おーし、楽しみだ。見るのがなんで俺指加えとかないかんですかよし、入りました。はい、で、コーンも入れます。はい、あ、コーン最後がいいって、カズマルちゃんが言ってたちゃん、うわ、煮付けめっちゃいい匂いするね。わおわおじゃあ肝切っていきますよ。はい、これをね。 うわとろっとしとる。あー、うまそう。もう食べたいな。あー絶対うまい。でも俺指くわえとかない感じでしょ。根に持ってる、根に持ってるぞ根に持ってるぞ。あた釣った魚で今まで一番好きなのなんだっけ。イカの肝ですねいやー羨ましいだろうなかわいそうだな。今日食わしてあげようよ。食わしてくれないんすね今日の肝でかいしね。今日の肝はでかいしね。でかいしね、うん、濃いと思うよ。羨ましいだろうね。食べさせてあげようよこれは何にします。それは刺身系だね。じゃあ俺じゃなくて宗男くんが来た方がいいかな。いや、いいよいいよ。いいですか。あ、じゃあ俺が切る。はい、どうぞ。はい、お願いします。アニサキスが浮かもしれないですからね。そうそう、卵黄するからもっと深いお皿がいいな。はい、深い。まあユッキーは深いだけどね。うまいこと言った。うまいっていうかさ、うん、当たり前のこと言ってる受け入れたやつは受け入れたぞ。俺らが空気吸うのと一緒のレベルですよ。よくわかる。あ、うまそう。あ、元気。はい、できました。はい、できました。元気はいいな。煮付けそろそろトウモロコシ入れてみる。コーンなんかほんとそれがめっちゃ美味しいらしいよ。なんか風丸さんご了承してましたね。ご了承してた。絶対やってくれって目ひんむいて言ってました、ね、やらないって言ったけどやります耳が一番うまいんだ天ぷらは。ほんとそれね。初めて意見があったな。はたくんも好きですか耳。俺天ぷらより刺身が好き。耳は刺身がいいって言うもんね、はい、そんな裏切り者にはやっぱ食わせてくれないですね。指を加えてでもこれ言い出したのユッキーだからね。あ、お、はたくんには食わすのやめときましょうってね。あ、え、なんで勝手に嘘ついてる。じゃあこれコーン入れますか。はい、はい、入れていきます。あ、そっちイカ卵にする。あ、これイカ卵。あ、じゃあそしたらこれ混ぜときますかね。いい。こちらにタレ多くねこれね、うん、ご飯にかけたらくそうまい。ご飯炊こうよ。あ、そうだね、ご飯炊こうかなご飯のおかずバカだもんね。確かに。ご飯早くご飯炊こう。ユッキー急ぎでご飯。はい、じゃあこれ入れていきます。はい、いけそう。はい、はい、よっしゃー。これはもうこれ大人気商品間違いなしでございます。で、耳も入れるんだろ。コッチュジャンをさ、コッチュジャンどっち。コッチュジャンよかったね、正解までたどり着けてて。はい、できました。全部さばき終わりました。ありがとうございます。はい、ポイント卵黄ちゃん。さあ、それでは、はい、天ぷらを揚げていきたいと思います。思います。お願いします。はい、いいですね。あ、それゲソングですか。ゲソングからゲソって聞いた瞬間、胸がちょっと一歩引いた知らず知らず、スッってちょっと引いた。なんでイカってこんな爆発するんだろうね。うわー、うまそう。いや、人を盾にせんで言うて俺もヨーライさんを盾にしますけどお前らヤンクミ。そうそうそううわー、来たー。逃げてすごい逃げ足ですね。元気だけが取り入れる。こうなった今わー、うまそう。ちょっととりあえず少量あげて熱々食べようか。はい、で、次また食べながらあげよう。はい、次、肝やっていきましょう。これ誰が指こうやって握ってるでしょ。あいや、俺は食べてもらいたいよ。俺も食べてもらいたい。うわー、裏切った全員が一気に裏切ったやっぱユッキーが言い出したから寝言でね。やっぱそういうやつが食わない。あわー
ブルースの顔もやばいっすよ。ブルースリーの生まれ変わりが見つかりました。わー、すっげー綺麗。見つかってるね。じゃあとりあえずこれで食べよう。はい、はい、完成しました。いただきます。いただきます。早いな。めっちゃうまそう。これがめっちゃ気になる。ちょ、あったかいのから食べようよ。あったかいのからね。だからあったかいのから肝から食べようよ。みんな肝食べよう。食べる。肝こっち側にあります。ほら、はたくん、いいですか。指を加えてください。指を加える準備を。本当に加えてる。食べて食べて。いただきます。いただきます。いただきます。もういただきます。うんまっ。うんまっ。これはたまらんな。うん、幸せすぎる。うまうん、うまっ。うまっ。やばっ。めっちゃうまい。うん、じゃあ次煮付け食べてみましょう。まずはイカの部分から。はい、あ、本当だ。コーンの味が染みるって言ってたの。本当だ。へえ。コーンも食べよう。イカに味がつくんですね。あ、本当だ。うん、まあ、コーンも美味しい。うまっ。コーンうまっ。コーンめっちゃうまいよ。コーンの煮付けってなかなかいかないもんね。本当にハムスターの気持ちがわかるもん。あと一番でかい毛もいっちゃって。いいですか。うん、頭の大根のデカさも1匹分。親指ぐらいありますよ。ちょっとご飯に乗っけとこ。これいきます。うん、もう終わって混ぜて、うん、もうこれだけ先食べなくても大丈夫。はい、じゃあ食べたい。いただきます。うまっ。うますぎ。これマジうますぎ。うまいね。おい。いや、ほんと確かにめっちゃうまい。ご飯がどんどん進んでる。うまい。いや、うまい。うん、これうまい。ちょっと待っていい？うん、もう混ぜちゃっていい。ちょ、こんくらいで一回取っていい？うわ、うまそう、それ。押して。やりたい。これほんと丼にしたらうまかったぞ。やばかったよね、これ。こうして。ご飯うまっ。3倍ぐらい食べたかったもんね。うん、まい。やイカ本当にどんだけ釣ってもうまい。あ、イカ卵黄もある。あ、ちょっと潰しますね。ビーン。うまっ。これもう安定やもんね。知っとるもん。卵かけご飯みたいにこうやるのがいいんだよ。つぶつぶっていくのがいいですよね。こっちの好きなんだよ。こっちの方が好きかも。ゆけごめん。なんだと。いや、こっちうめえな、やっぱり作っても。うめえ。じゃあそろそろホイル焼き見ていきましょうか。はい、あっかー。わー、なんかいろいろ染み出てますよ。あ、ほんとや。開けます。わー、染み出て。わーい、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 わー、ラクレットが溶けてうまそう。じゃあみんなつつくよ。大仕事だよ。あ、いいね。あ、いいね、いいね。上手よ。あ、上手。いただきます。食べよう。いただきましょう。いただきます。いただきます。うまい。よいしょ。あー、うまっ。うまい、うまい。コーンの味もしみるね。うん、うん、すげー。コーン万能だな。うまっ、コーン、うん、コーン食ってコーンうまっ。アバコ、あっか、あば、なんてアバコ。うん、甘っ、ね、あー、うまっ。あー、やっぱイカはいつ食ってもうまいですね。ってことで、イカはいつ食ってもうまいでした。ちょっとさ、今回調子悪かったからさ、うん、次3キロ狙いで、来月もう一回行こう。うわー、行こう。俺坊主だったしな。うん、あ、確かに。マジ久々休憩なしで超頑張ったけど、ね、多分頑張ったから釣れなかったんじゃない。そうだよね、俺今日頑張った。本当頑張ったね。俺頑張んない時は釣れるもんな。でもリベンジ行きましょう。行きましょう。また船チャーターしてさ、今度釣り岡メンバー全員で行こう。全員で行きましょう。行こうね、6月全員で行こう。リベンジします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、食べよ食べよ。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。